その悔しさをバネに、また新しいモチベーション、新しい何か目標ですね、を立てて、何かを成し遂げてほしいなという。ものすごくこのポジティブな、考え方をしていただくと、このインターハイが、中止になったということは、初めてですよね。ですから、その、ある意味、なかなかないことに遭遇してしまった彼らのこの年代の今の高校3年生たち、その後ですね、この時のこの悔しさをバネに、また新しいモチベーション、新しい何か目標ですね、を立てて、何かを成し遂げてほしいなという、そういう期待感はありますね。と同時に、なんていうのかな、仕事でサッカーに関わらなかったとしても、このサッカーを続けてほしいし、またその仕事でなくても、あるいは大学に進む、その中でサッカーを的にやらなかったとしても、もしかしたら、遊びでやることもあるかもしれない。そのサッカーという、もので、ここまで築き上げてきた、人生観を、そのまま、今後の人生に生かしてほしいなという。言葉で、言うことは簡単ですけど、ただやっぱりそれを、この年代の子たちには成し遂げてほしいなというふうに思います。本当に、先ほども言ったんですけど、無駄な時間はないっていうところで、人生はもう続くわけであって、この、感じてる感情だったり、気持ちっていうのを無駄にしては絶対にいけないと思ってて、それを悲しみだったり辛さの、その思いだけで残してほしくないんですよ。そしたら本当に辛いことであったり、辛い出来事っていうことで残ってしまうので、だから、とにかく前に進むっていうよりは、今考え方だったり、いろんな自分の気持ちの部分をより、高めるというか、すぐには無理なんですけど、少しでも高めていただいて、そのことって必ず次への目標だったり、次へのことにつながることなので、本人たちじゃどうしようもできない部分もあるので、周りの方だったり、いろんな方がそういう提示をしてあげたり、アドバイスをしてあげたりとか、考え方のまた幅を持たせてあげるっていうことを、してあげれればいいと思いますし、その生徒さん方にはそういう思いで、そこが最後じゃないと。次の何かその、サッカー以外のことでもあっても、今の気持ちっていうのを大切にしてもらって、感じてることを大切にしてもらって進んでほしいなっていうふうに思ってます。はい。川口さんに聞きたいんですけど、ゴールキーパーをするとして、一番大事だと思うことは何ですか？ですね、ゴールキーパーをする上で大事なことというのは、いろいろありますけどね。やっぱり、メンタルであったり、冷静さであって、時には熱さも必要だし、ただ、熱さもですね、頭の中はやはり冷静でなければいけないですね。あとは、やっぱりそのキーパーにとって大切なことというのは、その相手の攻撃に対して、もう来いと。もう来ないでくれではなくて、もう俺のところに、自分のところに来いという、そういう強い気持ちがね、すごく大事なんじゃないかなと。いくらコーチングしても、やっぱり相手が上手ければ、シュートは飛んできますし、そのシュートに対して、自分のところにね、自分のところに来いという、そういうね、向かっていく
そういう強い気持ちが大事じゃないかなというふうに思います。